高知県に来てるんですけど、今日行きたい物件の前にどうしても見ておきたい物件があったので、そちらの方に、ね、来ております。建物がこちらの方になるんですけど、今こちらがですね、高知県最強心霊スポットのホテル皇帝になります。いやもうだいぶね、ゲームによってすごいことになってますね。バレちゃってる。本当にね、森の山奥にありそうな、こういうお城に目も見えますよね。いやでもね、本当に立派な建物ですよね。こういうレンガ状の作りっていうのは、ね、なかなかないホテルだと思うんで。モーテルっぽいのかな。こっちの通りとこっちでしか分かれてますね。で、この近くのね、トンネルもね、結構だいぶね、荒れてる感がありまして、結構ね、落書きが起こされております。はい、で、これもう OK。 ちょっとね、ご覧の通り、ここはちょっと立ち入り禁止になってるので、ここまでになります。映像の方は、ではちょっとね、写真だけ失礼します。はい、で、あとはちょっと下段だけやっていきます。赤赤ですか。はい、YouTube の皆様、こんにちは、こんばんは。はじめまして、あとはじめまして。そうでない方もよろしくお願いいたします。で、本日向かうところなんですけど、もう今車乗ってて、もう背景映ってるとこ、あちらが総霊になりますね。こちらはね、高知県の廃マンションになるんですけど、心霊的な役は、ちょっと書いてないんですよ。ただ、大島テル2だと、なんか事故物件として載ってるんですよね。ちょっと気になったんで、あんまり噂されてる心霊情報はないんだけど、ちょっとね、残留物も大変残ってるということなので、ちょっとね、今回はそこをね、行っていきたいと思います。ちょっと明るい時間だとあれなんで、暗い時間になったらね、行っていきたいと思います。では、行ってきます。イエイ。始めていきます。この普通に私物が残ってるっていう形になりますね。なんか小説みたいな本があります。80年代発行の小説ですね。こちらの東京理科大学、そうか、ニコダに借りてた方のパンフレットですかね。
所ポストがこちらに4つあります。機材売ってた道具箱でしょうか。では上の階段を行きます。はい、では失礼します。かなりのハイクオリティで売れなくなっちゃってますね。こちらはい、ご覧のような作りになっております。あ、ケイン薄着のパンフレットの方がなんかありますね。あとはちょっと畳は複数あるだけって形になります。はい、上のねライトがこういう形になりますね。柱台がこういう形になるでしょうか。で、トイレとトイレとお風呂が一緒っていう話になりますね。なんか奥に住んでる方が格闘家とかをね、やりたかったんですかね。ボクシングクラブのちょっと様子もありますね。はい、続いてね、上の階行ってきます。はい、失礼します。これ人が住んでそうで怖いな。生活習慣は廃墟なんですかね。刑務所って可愛い？え？と言ったらおかしいけど、いいことしてはめられて、なんでいい大人やがって思うけど、パパもパパを含めてその中にいる人はみんないい大人ばかりで、よしあしがわからなくなっちゃってる。これパパ刑務所に行ってますね。だから刑務所から出てからここで働いちゃったことなのかな、お父さんは。で、そこでさらに夜逃げをしたってことなのかな。
もしかすると。はい。夜電話あったら真っ暗で、おっかないし、電気がつかないと思う。明日の昼間にでも行ってみてみます。何これ。電気がつかないとおかしいね。住んでんのに。2006年までは活動した痕跡がありますね。では 1LDK って感じですね。またさっきと同じ構造の作りになります。ここにちょっと台所があって、あ、で冷蔵庫がありました。さすがに空っぽかな。何も残してないですね。うん、なんで決め残してんだろうね、あの残留物。作業用ズボンかな。学生関連で学生とかじゃなさそうです、ね、小学生の事例起こされたなんか日記みたいなのがあるんで、ここにお子さん連れの一家が住んでたってことなのか。あったあった、ここに来てからだよ、食べ始めたのがラッポみたいなのが。なんだ、残ってる残留物はちょっと多めですね。お子さんの荷物が、っていうか、吾輩は猫である夏目漱石の有名な筆跡ですよね、これ。あと小説が好きだったんだ。で、これ多分あれだね、ちっちゃいお子さん、ちっちゃいお子さんが遊ぶようなおもちゃがいっぱいあります。衣服とか、そのこたつ布団とかさ、そのまま残ってますね。で、微妙にこれ残していくんだろうね。でも、なんかの人は道着っぽいな。柔道がなんかやってたのかな、空手かなりこう。本当だったらあれだ、ここがこういうふうにね、あの、お風呂と浴室に行くドアになってますね。この研究が残った部屋初めて見た。ちっちゃいお坊さんが座りそうな椅子です、これ。これドアノブが壊されてる。はい、失礼します。うわ、なんか一番一周がすげえ。風の通りがいいな。さあ、どんなものがあるんでしょうか、こちら。ソファーとかすげえそのまま。ここは多分中学生のお子さんがいたんだ。なんか歴史とか数学の教科書がここにあろうにあります。小学57年度の保育園のなんか PTA か何かの文集ですね、これ。昭和52年の保育園のアルバムまであります。
で、このフロアだけがなぜかちょっと窓が割られてないですね。こうしてね、並べられております。いや、ゴミと雰囲気悪いな。失礼しました。じゃあ写真を撮りますか。このテーブルのあれは一体何なんだろうね。どっかで亡くなったご家族さんの、ね、身内の子がいるとかなのかな。違う。すいません、誰かいますか。え、なんかこのフロアでも物音がさっきすっきりしたんだけど、怖い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 。早く写真撮らなきゃ。これは管理室だったかな。あそこの眺めとかすごいね。ここだけ。ちょっと段差も残ってます。失礼します。ということでね、廃団地の方ね、巡り終わってやってきましょう。誰かが住んでそうな、そういうような雰囲気はだいぶ漂わせてましたね。うん。
心霊的なところはちょっとわかんないですね。まさに本当噂でもね、ここではその心霊現象報告されてないっていう話だけど、まあ雰囲気とかその漂う生活臭のね、まあ匂いとかでなんかそうに思われがちなのかなって感じでした。だけどうーんね、あの1階2階あたりでね、急にコソコソコソっていうね、なんか人の何か探す時のね物音がねしだして、そこはちょっとヒヤッてしました。そうですね。で、問いかけるとその音は急に止んでだったんで、まあ廃団地自体がねだいぶ珍しい物件になるんで、まさにオートモビル以来の、まあ、探索だったんで、ちょっといろいろね緊張はしました。まあでもね、こうして今無事にエンディング撮れてよかったと思います。あ、ちなみにホテル工程のねあれもびっくりしたけど、急に赤くなるっていう。はい、ってことでね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。 See you。今ね、人の気配感じしないんで外で出てきたんですけど、誰もいないですね。遊戯室っていうか宴会場だ。大丈夫か。はい、いや僕の人がこちらがまね、そのレストランの受付になるのかな、それか結婚式場の受付でもなるのかな、これ先にどなたかいらっしゃいますか。いたらちょっと返事してください。手洗いうがい予防しましょう、陰陽師、レッツゴー。Yeah. 自粛なお外出未練残せしは意気消沈と。